どうも、トワズルです。はい、ということで本日もこちらブロスタゲーム実況プレイの方をやっていきたいと思います。さあ、ということで今日はね、いきなりですがガチャを引きたいとめっちゃいきなりだけど、あのね、今トロ上げ結構頑張ってるんですよ。8738トロフィーありまして、もう少しで9000で、さらにその上のね、ずっと目標にしていた1万まで、手が届くっていうところなんですが、やっぱね、キャラクターが私レベル9が多いんですよね。でレベル9とカンストのスターパワー持ちって全然やっぱ能力が違うくて、で今まで結構こうスターパワー持ってなくてもね、一生懸命500まで頑張っていたんですが、そろそろきつくなってきたぞというところで、今日はスターパワーがっつりゲットするのと、あとジーンをカンストさせようかなといきなり新キャラジーンをカンストするまでメガボックス引いたろうかなというところで、エメラルドもたくさんね、課金してきたんで、今日はちょっとガチャ動画をお送りしていきたいなと思います。まずはちょっとこのボックスをガンガン開けていきますね。ボックス30箱あればワンチャンスターパワー1個ぐらい出るんじゃないかなと淡い期待を抱いているんですが、スターパワーもね、いきなり来るからね、ブロスタのボックスもっとね、なんかこうじらしてくれてもいいのにっていう感じしますよねなんか他の、あ、どうなんだろう、他のソシャゲあんま実はやったことなくて、結構モンストとかだと止まるっていう表現をしますよね。その新キャラが出るときにシャキッつって止まって、そっから出るみたいな話がありますが、どうなんでしょうね。ブロスターはどうだろう。スターパワーとかね、ボーンっつって飛び出てくるから結構リアクションに困るっていうねYouTuber あるあるがありますが、よし、ちょスターパワー、ちょっとノーマルボックスからは出ないですね。ちなみにスターパワー、の確率は 1% とかなんですよね。お、エメラルドか。だから100箱に1箱入ってるか入ってないかとか、まあ、それぐらいの確率だと思うんですが、まあ、なかなか出ないですね。こう、ナチュラルには出てこないですね。メガボックスだと10分の1ぐらいで出るので、全然チャンスはあると思います。さあ、今日ちょっとジニーじゃないわ。ジニーって誰だよ。ペニーとジーンが混ざった。ジーンのカンストを一つ、目標にね、ガチャをぶん回していきたいなと思っているんですが、さあ、30箱開けてどうだろう。どれぐらい上がった？あ、でもこれ1個もう上げれるわ。1個上げれて、あ、でも1個しか上げれないのか、30箱でも。あ、割と結構かかるかも。じゃビッグボックス行きましょう。頼む、スタンパーなんか来い。来ないか。ジーンプラス10と、スパイク。がね、そろそろカンストしてくれるんじゃないかなと思いますが、それでは本題いきましょう。こちら、メガボックス、メガボックス 80M で買うとお得じゃないよって私いつも言ってるんだけど、それでも買っちゃいます。とりあえずこの 60M ね。さあ、頼むよ、スターパー来い、スターパー来い、頼む、来い。いやー、来ないか。ジーンプラス60。あ、でもプラス60えぐいな。スパイクプラス73。これ多分スパイクがカンストしてしまったら、ジーンばっかり出るんで、さらにこのカンストは加速していきますよね。さあ、ということでメガボックスをちょっとテンポよく引いていきたいなと思います。一箱結構高いからな、500円ぐらいしますもんね。さあ、おー、ジーンプラス100、やば。これ1回で出る量って結構ムラがありますよね。本当になんか50とかの時もあれば、今みたいに100ぐらいあって、割とね、こういつもスースースーっつって割と流してるんですけど、プラス60からのプラス111、ほら結構ムラがあるんだよな。さあ、これで結構、 あれかな、サボテン乾燥したかな、まだかな。サボテンももうだいぶね、スパイクの方も。さあ、プラス21からの200ぐらい来い。プラス、わあ、126、今日最高ですね。あ、アップグレード解放になったです。目当てのスターパワーは1個も来ないとスターパワー来てくれ、頼む、何でもいいから来てくれ。スパイク69からの100、あ、73か。あ、割となんか数字にいろいろ群がって面白いな。さあ、いい感じに引けておりますが、スターパワーはまだ1個も引けておりませんいや、今日スターパワー、1個もないわ、マジでやめてよ。さあ、スパイクプラス93。さあ、続いてジーンが欲しいんだよな。スパイクもそうなんだけど、さあ、ジーンプラス68。いや、でも結構ね、ちょっと今不安を覚えているのが、スパイクが全然カンストしないんで、これジーンもまだまだカンストが先なんじゃないかっていうねテンポよくいきましょうか。プラス32。おお、すげえ。ちょっと待って、197えぐくない？197、今日1出ましたね。ありがとうございます。これ一気に197はえぐすぎる。これどういう抽選なんだろうね。一回一回やっぱ数字を抽選してて、たまにこうえぐいのが来るのかな。割とね、チケットの枚数とかもバラバラですよね。さあ、スパイクプラス81、頼む。いやー、来ないか。え、ちょっと待って、スパイクしか出ないってありえる？え、もしかしてジーンカンストした説。ちょっと待ってよ、これジーンもう出ない説ありますね。ジーンの方が先にカンストしちゃった。あー、カンストしたマジか。スターパワーなし。
スターパワー出るまでやっていい？スターパワー何かしら欲しい。ジーンでもいいから。スターパワー出るまで終われません。やりますわ。この上のね、エメラルドで買ってもいいんだけど、これで買うとなんか負けた気するんだよな。負けた気するっていう表現が正しいか分かんないけど。頼む。スターパワーなんか来てくれ。ここで来たら神。いきます。うわ、ゴールドだけだ。最悪。ちょっと待って、ゴールドだけは気持ちが持たない。もう一回いきます。もう次ぐらいで出てよ、マジ。ゴールドだけは気持ちが持たないよ。頼む。ゴールド来て、あ、ゴールドだけだ、これ。うわ、マジか。ちょっと。スターパワー1個来て、1個来て、頼む、頼む、頼む。いくよ、ゴールドだけか、ゴールドだけか。これ、もったいない気がしてならないんだけど、頼む。いやー、ゴールドだけですね。うわ、えぐい、これ、ちょっと待って、闇のゲームみたいになってる。でも、80円で、500ゴールドもらえるんで、めちゃめちゃ損してるわけではないけど、あ、いや、でも、普通に、損してるな。ちょ、やばい、やばい、スターパワーが出るまで、なんか、もう引くに引けなくなってきた。いや、来ないか。いや、闇が深すぎるでしょ。ちょっと待って。スターパワーってこんな出ないっけ？一応確率確認しときますね。スターパワーは 1% で、これは、ノーマルボックスの確率なんで、10% ぐらいであるはずなんですよ、メガボックス。10% だったらそろそろ出て。まあでも 90% をずっと引いてるんだろうな。90% って結構継続するからね。いやー、これ、ちょっと、きつい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 。あー、全然出ない。ちょっと待って。やめとこうか。やめといた方がいい。エメラルドをひたすら、なんかドブに捨ててる感じになってきた。あ、よっしゃ、危ねえ。よかった。アバレウシゲットいたしました。あ、ブルのね、スターパワーは HP が 40% 以降になると、ね、リロード速度が2倍になるんですよ。なんかブルの頭のところにさ、赤いなんか怒ってるマークみたいなのが出るんですけれども、アバレウシ状態になると、リロード速度が2倍になって、バン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 連射ができるというスターパワーでございます。よかった、出てくれて。これ出なかったらね、ワンチャンずっと引いてましたね。さあ、ということで、スターパワーもアンロックいたしまして、まあ1体増えたんですが、まあちょっとね、トラゲの方も引き続き、頑張っていきたいと思います。せっかくだからレベル9になったジーン使っていきましょうか。これででもキャラクターのパワーキャラクターの、パワーポイントは全部集め終わりましたね。じゃちょっと何戦かジーンでソロバトルは行って終わりたいと思います。バトルにはあんまり向いてないキャラっていう話は昨日もした気がするけど、まあまあまあ、まだトロフィー上がっていくかな。まだね、120ぐらいなんですよね、トロフィー。これちょっと真ん中行く勇気ねえな。そんなにあれも高くないんで、トロフィーも高くないんで、おそらくこのトロ隊だったら勝てる説。あの魔法の手をうまく使いたいの。ここ絶対人いるでしょ。あ、いない？あ、いたいたいた。これはいるのバレバレ。さすがにね、こんな食べかけの箱を置いといて隠れるのはナンセンス。よし。まあでもこのね、バトルロイヤルは常に読み合いだからな。絶対いる、絶対いる。あ、いない？いないの？いないとかあり得る。今のだけ、パワー、回復ステーションだけあるってあり得るの。結構ね、ジーンとか敵にすると、あれなんですけど、これ避けるの大変なんですよね。やばいやばい。近づきすぎ。やばいやばいやばい。あ、ごめん。普通にナチュラルにやられた。今、魔法の手で近づけたがゆえに負けたみたいな感じになりましたね。いや、ジーンね、あ、ジーンちなみに強いか弱いかって質問がまだ多いんですけれども、おそらく個人的には強いです。で、エメハンでは強いけど、他のモードでは、いまいちっていう感じですかね。ただ、やっぱね、強いけど、使いこなすのに結構テクニックが必要となるキャラクターかなと思います。誰が使っても使いやすくて強いっていうキャラクターではないけど、使いこなすと本当に強いキャラだと思う。まあ、そういうキャラの方がでも今後ね、重宝されるかもしれませんよね。ブロスタってゲームのなんかこうシステム上、トロフィーのシステム上、結構いろんなキャラクターを使いこなせるっていうのが一つやっぱ能力としては大事じゃないですか。その中でやっぱ難易度が高いキャラクターっていうのは極めがいがあるっていうか面白いですよね、いると。さあ、索敵は得意なんだけど、索敵は得意だけど近距離がちょっと辛いな。割と広く当たってくれるからいないな。あと8人残ってるはずなんで、真ん中には1人ぐらいしかいないかな。さあ、暴れゴリラくんいますね。暴れゴリラくんと対マンすると漏れなくウルト付きだからな。これはあんまり暴れないようにしながら、
やばいやばいやばい、ウルトが怖い、ウルトが怖い、逃げとこう逃げとこう。暴れゴリラくんこっちに来ないで。根元で当てるとそこそこのダメージになるんですが、根元じゃないとね、本当にもう気持ち程度しか食らわないから、あんま索敵しすぎてもね、居場所知らせることになるから。上にいますね。棒挟みたい、棒挟みたい。上で誰かとやり合ってる。オッケー、これウルトが来るよ、ウルトが来るよ。うひょー、おいしょおいしょ、つっ捕まえて、あー嘘、あーマジか。いや今捕まえて一撃で食らわせれると思ったらマジか。ちょっと相手の方が一枚上手でしたね。惜しかった。さあプラス5、1位取りてえな。やっぱ1位無理かな。特にこのステージだと草の中でやっぱり生き残らないといけないから、結構きつかった。さあ真ん中ぎっちりですね今回。あれなんですよ、ランダムで真ん中ぎっちりパターンとサイドが多いパターンとかいろいろあるんですけど、今回はマジで真ん中ぎっちり中までたっぷりパターンですね。ちょっと一旦ここ外2つ開けて安全に順位を確保していきたい。1位を取るムーブと順位を上げるムーブってちょっと違いますよね。その1位を取るムーブだったら真ん中特攻するのが一番1位率は高いと思うんですよね。まあでも私は今トロ上げ中だから。おー、おいしい、おいしいし、誰かとやり合ってた、あそこか、ジーンですね。おいしいおいしいおいしい。さあ相手はこれ、こっちのがパワーキューブ持ってるから、あー惜しい、回復させてしまった。いやでも魚触れた魚触れた、あ悪くないぞ。さあ挟もう挟もう、これは挟みたい。いやでも好戦的じゃないな、みんなフランケンに暴れまくってもらおう。フランケンが多分ジーンを追ってるんだよな。いけ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 、ジーンがやられて、あウルトがやばい、ウルトがやばい。よしやったやったけど、これちょっと一旦タイム、一旦タイム。いやあそこもられ取られたの悔しいな。ミミミにやられたわ。さあ棒が2人いるか、棒2人 VS ジーンか。棒って結構ね強いですね。で右の棒が7個持ってるんで、上の棒をちょっと挟み撃ちしたいな。あここにいるんかい、やばいやばいやばい、危ない。どこにいる、あーやっつけた。あそこいますね、9個持ってる。えどこいる、わかんねえ。あっちの方が多分外っていうか草の中見やすいんだよな。一回リロード貯めて、下から来るかな、うえい。ワンチャンある、ワンチャンある、全然ある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 。よし、フルでフルヒットしてるよ。どこいるどこいる、あいていていて、こふっふっふっ、オッケー、よっしゃ1位取った。ジーンで初めて1位取ったかも、ありがとうございます。よっしゃやりました。あ初めてではないか、初めてではないかも。まあでも嬉しい、めっちゃ。ジーンはね、なかなかバトロイでは1位を取れるキャラクターではないし、今は結構パワーキューブ差もあったけど、1位取れたからちょっと思わず興奮してしまいました。はい、ということで、まあ、カンストしたしね、カンストっていうか、パワーキューブが、マックスまでいったので、お、やりましたね。8752。じゃあ最後にこのボックスを引いて、今日は終わりにいたしましょう。またちょっとね、あ、そうだ、ボックスゴールドしか出ないんだ。虚しい。虚しいけど。まあ、でもゴールドも結構ね、必要で、実は。どれだったっけ、タラとかがね、まだゴールド不足でここら辺上がってないんですよね。あ、でも今日ので全部いけるかな、今日ので、あ、いけますね。あともう一個。あー、あともうちょっとだ。ゴールドがあともう少しあれば、パムでラストかな。レベル9まで、全員上がりますので、ちょっと課金もしちゃいましたが、引き続き、頑張っていきたいなと思います。今週末、100万円争奪選手権っていうのが、あるんですけれども、日曜日かな。生放送もございますので、それではぜひ応援していただければなと思います。ちょっとそれに向けて特訓していきます。ということで、じゃあ本日のね、動画は一旦こんな感じで終わりにしまして、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。